皆さんこんばんは、ゆうくです。聞こえてますでしょうか。はい、こんばんは。8月のシークレット配列、今月もお届けしていきたいと思います。集まってくれてありがとうございます。こんばんは。シークレット配列では毎月ミュークが皆さんに毎日お疲れ様の気持ちを込めて秘密基地でひっそりライブをお届けするイメージで歌とおしゃべりをしています。今日も歌ったりしゃべったりゆっくり1時間過ごしていきたいと思うので、皆さんもおのおのゆっくり楽しんでいってください。ではまずですね、最近のお知らせについて、最近のお知らせを3つお話ししたいと思います。あ、じゃあその前にちょっとコメントを。あ、皆さんこんばんは。今日も来てくれてありがとうございます。はい、スノーの BGM ですね。ありがとう。ではでは、お話、お知らせをしますね。まずはライブ情報です。一番近いので10月の9日祝日の月曜日ですね、上野恩賜公園野外ステージにてエッジエンドフェス2023に出演します。こちらはですね、ザ・ペギーズの大貫美久ちゃんと2人で、以前ねこのシークレットヘルツにもゲストで来ていただいたことがあるんだけど、その美久ちゃんと、大好きな美久ちゃんとカホンとアコギのアコースティック編成でゆったりとお届けする形で歌いに行きたいなと思っています。最近だと野外での私は珍しいかなと思うので、そちらもというか皆さん楽しみにぜひチェックしてもらえたらなと思います。8月今はねすごい暑いですけど、10月だと気候も良くなって野外すごく楽しんで、いい気候で楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。やった、はい、エッジエンドフェスも見に行かせていただいたりもしてて、この上野恩賜野外ステージは2度目のライブなんですけど、開放感がとっても好きなので楽しみです。 E プラスにて現在先行受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。そして11月5日日曜日にはですね、下北沢のアドリフトにてミュークのワンマンライブ「ノッキング・オン・ナイト・トゥー」ボリューム5が開催決定しています。もうねみんなはしてくれてると思うけど、はい、先日メンバーも発表させてもらったんですけど、6月のメンバー、キーボード西野恵美、ギター大久保智弘、ベースアンドロップの前田恭介に加えて、ドラムスザ・ペギーズの大貫美久ちゃんをお迎えして、ついにフルバンド5人でお届けしたいと思います。やったー、パチパチパチはい、すごく楽しみですね。心強い4人と一緒に、さらにね皆さんと一緒に弾けて楽しめるような一日にしたいと思っています。今回もファーストステージセカンドステージ2公演行うので、ご都合にね合わせて来ていただけたら嬉しいです。まあ、最初のミュークのワンマンツアーはバイオリンとチェロとピアノという編成でお届けしていて、そこから少しずつ、バンドサウンドに変化してきて、私自身も新しい発見が毎回あったりして、次はドキドキの
なんとフルバンドでということでね、毎回毎回その会場だったりとか私の歌も音によってなんか感じることが違うんですけど、今回も私の歌に出せるフルバンドで私の歌に出せる要素だったり、この編成での自分らしさみたいな持ち味を余すことなくお届けできたらと思っていますので、ぜひ会いに聞きに来てください。ではお知らせ3つ目の前に歌を歌いたいと思います。では8月のシークレットヘルツ始まり、今日はこの曲からお届けします。夜の舞踏会、
ガーワルツ。次の曲聴いてください。星に願いを。伝えている街
したままで笑っていた君は I miss you 誰かがそっと今日も思ってるたとえ隣にいなくても何もかも捨ててしまいたい時は思い出をあければいい。いつも聞いてた歌は君じゃない誰かのことを歌うでしょう。その日まで星に願いを。地下鉄みたいのは君じゃないの。鏡のように私を映すよ。いつかと同じ顔でその声で全部嘘だと微笑んで抱きしめたのに消えた夢も見たくないのに I miss you 誰かがそっと今日も隣にいなくても何もかも捨ててしまいたい時は思い出をあければいい。手を振る君がいつか少しずつ見えなくなってしまう。ありがとう。夜の舞踏会フェイクファンワルツ、そして星に願いをでした。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあコメントを読んでみようかな。は大好きです、ありがとうございます。ゆきさん素敵な曲。ねここさん星に願いをしみるな、ありがとうございます。はい、あつかささん配信やってたんだ、相変わらずいいお声って、あ見てくれてありがとうございます。ファンの福馬さん世界観が素晴らしい歌声と融合してるって、ありがとうございます、嬉しい。はい、3曲聴いていただきましたが、今年の8月は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。ただね、
暑すぎましたね今もすごい暑いんですけど、ムシムシずっとしてますね。私は先月果物の梨が好きみたいな話をしたと思うんですけど、今年はたくさん果物を食べました。梨もね食べました、いただきました。結構まあ果物はね贅沢品だと思ってるので、自分で買うときはご褒美って感じなので、なかなか毎年夏の果物全部は食べれてなかったんですけど、今年はねスイカもメロンも桃も梨もいただきまして、すごい制覇できた気がします。最近はねいつも私は冷凍庫に冷凍フルーツを入れてて、比較的安いので、安く手に入るので冷凍フルーツを、ね、ストックしちゃうんですけど、そうほとんど水分みたいな果物が一番好きで、梨とかスイカとかはそうだと思うんですけど、なんかそれを言うと、果汁 100% のジュースでいいじゃんみたいな言われたことがあるんですけど、それはね全然違うよね。あとは食べ物といえば、私は夏はもうトマトをね、トマトがもうとにかく大好きなので、本当に毎日、ほぼ毎日かな、トマトをね食べてます。ひどい時はもう大きいの1日 3,4 個とか5個とか、夏バテでね料理をしたくない時とか、ちょっとめんどくさいなって思う時はもうトマトさんにね助けられて、ひたすらトマトを黙々食べたりしてます。桃、じゃあちょっと読んでみようかな。ポニーさん、夏休みはずっと風邪ひいてました。大丈夫ですか？そう、やっぱり温度差をね、冷房が効いてる部屋と暑いところを行き来したりすると体温がね上がったり下がっちゃり下がったりしちゃって、風もね、夏風邪もひいてる人も私の周りもすごく多くて、お大事にしてください。梨、桃、スイカ今日買って明日食べます。いいですね。桃、皆さん桃にすごい反応、桃美味しいですよね。俊也さん、長崎、熊本、大分、福岡で遊びましたよ。九州、ミクさんは帰省しました？はい、私少しだけ帰省、少しだけしました。はい、トマト最高トマト苦手な方も結構多いですよね。クーさん、梨をかじった時のジュースの溢れる感じが大好き。すっごくわかります、あの感じですよね。リンゴとは違うんですよね。美味しいよな。はい、ありがとうございます。食べ物の話しかしてないけどこんなところで、ではでは、またまた続
いてはカバー曲を2曲お届けしたいと思います。皆さんも知ってる曲ではないかなと思うので楽しんでいってください。ではカナリアさんのカバーで酔いどれ知らず。夢が覚めた酔いどれ知らず、争い事は夜が明けるまでくたびれてはひどく見える。一線の声は声が枯れるまでうちゃる幸せずっと冷めないで、あなたの声に耳を貸すと決まってくすれた色で言葉さえなくて体を染めて、そしてデイデイハラリハラリオンライそう悪くないわ、くすれ先まで見るグラム、めいめい重ね重ね存在そう悪くないわ、酔いどれ知らずスーパーセルさんのカバーで君の知らない物語。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を言うんだね、なんてみんなしていては
次の曲は私が16歳の時に作った曲で
自分に対して悔しくなってしまったりとか、うまくいかないことに歯がゆくなったり、そんな気持ちの時に作った一曲です。16嫌いじゃない未来はちょっぴり怖くて、ただ今は全てを押し捨ててしまいたい。愛想笑いと嘘を続けた二つの世界で居場所を探す自信を持ってる何かが欲しくて、そんな自分を嫌って違くて幼き日のアルバムを見た。 I'll change it, change it, everything。 大人なんて誰もいなくて、みんな本当は大声を出して泣いたいたいな、泣いたいたいな。
酔いどれ知らず、そして君の知らない物語16お届けしました。ありがとう、嬉しいな。はい、大好きな2曲と私の以前にリリースしてる曲でした。パチパチパチってありがとう、楽しいね。みかん星人渚さん、もう疲れたか、ごめんなさいね、なんでこんなに噛むんだろう。もう疲れ切った体に染み込む、ありがとうございます。お疲れ様です。皆さん、パチパチパチ。さかのぼる、どこを読めばいいかな。ゆべたむさん、しみるわ、ありがとうございます。たくさんコメント感想いただいて嬉しいな、ありがとうございます。そしてね、言わなければいけないことが、愛の歌ミュージックビデオ60万回再生ありがとうと言おうとしたんですけど、なんと先ほど見たら70万回再生、いただいていました。皆さんありがとうございます。パチ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 、いや嬉しい。皆さんたくさんね見ていただいて、聞いていただいて、そして字幕ありの方でもコメントなどで字幕ありでまた何回も見てるっていう声をいただいたりだとかして、すごくミュークチーム嬉しいです。ありがとう。まだ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 愛の歌は聴いてほしい曲、届いてほしい、広く届いてほしい曲だなと思いますので、まだまだ見ていただけると嬉しいです。もしかしてまだミュージックビデオ愛の歌聞いてないよっていう方は、この後絶対に見ていってください。嬉しい。あ、毎日聞いてますって、ありがとうございます。私もね聞いています。自分のね楽曲ではあるんですが、運動したりするときなんかにガイアノさんのサウンドがすごい心地いいというかいいんですよね。ありがとうございます。ではここで先ほど言っていた3つ目のお知らせっていうのをお話ししたいと思います。先日ツイッター、インスタグラムでもお知らせ発表させていただいたんですけど、10月20日に公開されるアニメ映画北極百貨店のコンシェルジュさんの主題歌を私ミュークが担当することが決定しました。パチ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 、はい、やっとお知らせできて本当に嬉しいっていう気持ちなんだけど、楽曲のタイトルはギフトと言います。はい、作曲そしてアレンジをなんと豆腐ビーツさんに、そして作詞は私がミュークが担当しております。私自身が初めての映画の主題歌っていうことで、とっても光栄で嬉しい気持ちで、もう胸がいっぱいです。劇場で曲が流れるっていうこと自体が、信じられないっていう気持ちで、大きなスピーカーの中で曲が聴いていただけるって想像するだけで本当にありがたいなって思うばかりなんですけど、信じられなくてあまり時間がなかったんだけど、情報もね無事に解禁されて皆さんにお知らせができたので
どんどん実感として湧いてきて、さらに10月が楽しみになっています。実は豆腐ビーツさんともですね、偶然ご縁があってお話をねさせていただいたりしていたことはあったんですけど、こうしてまさかね、こうして一緒に作品を作らせていただけるとは思っていなかったので、その時はとても嬉しかったです。楽曲もとても素敵な曲に仕上がっているので、ぜひ楽しみにしていてもらえたらと思います。西村つちかさん の北極百貨店のコンシェルジュさんの原作もね、もちろん配慮させていただいたんですけど、映画も私は実は一足先に鑑賞しまして、はい、少し言うと私はもう主人公の秋野さんって主人公なんだけど、秋野さんにすごく私が共感しちゃって、まあそれ以外の秋野さん以外のキャラクターの動物たちも含めて作品が本当に大好きになったので、とても元気をもらえる、心がほっこり温まるような、そして考えさせられるようなそんな映画だと思うので、ぜひ10月映画とともにギフトを皆さんぜひよろしくお願いします。見に行こうね、映画楽しみ。はい、ということで8月今月のシークレットヘルツはここまでになります。また来月ですね、9月元気で、みんなで元気でシークレットヘルツに集合できますように、最後はこの曲でお別れしたいと思います。ありがとう、見てくれて、おやすみなさい。この胸の一つ、始まりはいつもそこだった。そのための歌だ。人は競争してる、悪あなて優しさも忘れ、なら私噛めてもいいわ、あなただけに歌わ、ラララララララ歪み出すメロディーがあなたを歌っている。
乙女の歌だ。浮かび出すメロディーがあなたを歌っている。また9月お会いしましょう。ぜひ感想とかハッシュタグシークレットヘルツをつけてツイートなどしてくれたら、いただけたらみゆくんとても喜びますので、よろしくお願いします。では今日もゆっくり過ごしてください。おやすみなさい。